7日間の戦いは南北戦争の東部戦線の一部であり、1862年6月25日から7月1日の7日間に一連の6度の大きな戦闘が行われた。南軍の将軍ロバート・イーリーが侵入してきた北軍のジョージ・マクレラン少将が指揮するポトマック軍をリッチモンド付近からバージニア半島を下って追い出した。この戦いは 半島方面作戦の最終段階となるものであり、独立した方面作戦ではない。7日間の戦いは6月25日に北軍が仕掛けたオークグラブの小さな戦いで始まったが、リー軍は6月26日のビーバーダム、クリークの戦い、6月27日のケインズミルの戦い、6月27日と28日のガーネッツ、 アンドゴールディングズファームの小戦闘及び6月29日のサベージ駅での北軍の後衛に対する攻撃と続く一連の攻撃を始めたことで北軍のマクレランはすぐに主導権を失った。マクレランのポトマック軍はズルズルと交代を続け安全権であるジェームズ川のハリソンズランディングに向かった。リー軍が北軍を捕まえる最後の機会は6月30日の クレンデールの戦いだったが、命令通りに軍が動かず、北軍がマルバーンヒルの強固な防御陣地に逃げ込むことを許した。7月1日のマルバーンヒルの戦いではリーが無益な正面攻撃を敢行させ、強固な不評と方兵の守りにあって大きな損失を出した。7日間の戦いは、マクレラン軍がジェームズ川に隣接する比較的安全な場所まで撤退して終わり、 対却の過程でおよそ1万6000名の損失を出した。リー軍は7日間の間攻勢を続けたが、2万名以上の損失を出した。リーは、マクレランがもはやリッチモンドに対する脅威となることはないと確信し、北へ動いて、北バージニア方面作戦とメリーランド方面作戦に進んだ。半島方面作戦はマクレランがアメリカ連合国の首都リッチモンドを占領して、 戦争を終わらせようとしたものであり、不成功に終わった。1862年3月、マクレランのポトマック軍がバージニア半島の先端にあるモンドを取り出に上陸した時に始まった。ゆるりとまた慎重に半島を進んだ。マクレラン軍は一連の小さな戦闘を行い、首都を守るために同じくらい慎重な南軍のジョセフ・ジョンストン将軍を包囲したりして、 じわじわと交代させリッチモンドからは6マイルのところまで達した。そこで5月31日と6月1日にセブンパインズの戦いが起こった。この戦いは戦術的には引き分けたが戦争の行方には大きな影響を与えた。ジョンストンは負傷し、より攻撃的なロバート・イーリー将軍にすげ替えられた。リーはその方御船を広げ、 北バージニア軍を組織するために1ヶ月近くを費やした。マクレランは、その退治する敵軍に対して、受動的なまま7日間の戦いまで止まっていた。リーは戦争の初期に慎重だという評判をとっており、マクレラン軍に対して勢力が劣っていることを認識していたが、攻勢を取ろうと考え、戦争の残り期間彼を特徴づけることになる、攻撃的性格のものになった。 この7日間の戦いには両軍合わせて約20万人の戦力が投入されたが、双方の将軍たちの不慣れさや慎重さもあって、適切な戦力の集中が行われず、決定的な戦術的勝利を生まなかった。南軍側では D の北バージニア軍がジョンストンから引き継いだものより大きくなり、総勢で9万2千名となった。これは、 南北戦争の残り期間を考えてもリーが指揮した軍隊としては最大のものとなった。マクレランのポトマック軍はおよそ10万4000名おり、セブンパインズの戦いと同様な構成だった。リーはセブンパインズの時のジョンストン作戦と同様に、その攻撃作戦は複雑であり、その部下達すべてによる専門家的共同行動を要求していた。 この作戦は6月23日の作戦会議で練られた。その前面にいる北軍は、地下ホミニー川の北岸にいるポーターの約30.000名と南側に参加した6万名に分かれていた。リーの作戦では、ジャクソンが6月26日の早朝にポーターの右翼を攻め、AP ヒルはミードー橋から地下ホミニー川に注ぐビーバーダム、クリークに動き、 国軍の残酷に向けて前進する。この後、ロングストリートと DH ヒルがメカニックスビルを通過し、戦闘に参加するフーガーとマグルーダーが、リーの真の意図からマクレランの木を反らせるために、その前面で、陽動行動を行う、というものだった。リーは、ポーターが、両側から6万5千名の軍隊に攻められて、圧倒されることを期待し、また、リーの2個シダが、 コールドハーバーに移動してマクレランとホワイトハウスランディングとの通信を遮断できると期待した。しかし、この作戦の実行には重大なやり損ないが伴った。7日間の戦い、6月26日から27日、この7日間の大きな戦いの前哨として小さな衝突が起こった。フッカー指揮下の北軍部隊は、リッチモンドを包囲するための大砲をしない近くに、 動かし南軍の紹介戦を交代させようとして、沼地から攻撃したが、翌朝に始まる南軍の攻撃に影響することはなかった。ビーバーダムクリークあるいはメカニックスビルの戦いは7日間の戦いで最初の主要戦闘になった。ジャクソン軍は敵との接触がないままにゆっくりと動き、午後3時までに AP ヒルが辛抱できなくなって命令なしに攻撃を始めた。 その結果は、ヒル軍とマコール師団の間の2時間に及ぶ激しい戦闘になった。ポーターは、ジョン・ h マーティン・デールとチャールズ・グリフィン各巡賞の旅団でマコール師団を支援し、事態を展開させて、右翼を強化した。ポーターは交代して、ビーバーダム・クリーク・ソイとエラーソンズ・ミルに部隊を集結させた。ジャクソンとその部隊は午後遅くに到着したが、 AP ヒルあるいは DH ヒルの部隊を発見できず何もしなかった。主要戦闘はその音が聞こえる範囲で起こっていたが、ジャクソンは事態にその夜の露エを始めるよう命じた。AP ヒルはリーからのその陣地を守れという命令があったにも、かかわらずその後にいたロングストリートや DH ヒルの部隊と共に攻撃を続けた。その攻撃は 大きな損失を出して撃退された。これは北軍の戦術的勝利だったが戦略的崩壊の始まりでもあった。マクレランは川の南岸でのフーガーとマグルーダーによる陽動行動によって戦力的に負けていると思い込むようになり南東に退いてその後は主導権を取ることがなかった。リーは攻勢を続け南北戦争の中でも南軍による最大の攻撃を仕掛けた。 北軍は、ポーターがその戦列を壊して、川の北岸で東西に突出し、川の南岸の軍団はそのままの位置に止まるという、半円状の形に集結した。ポーターはマクレランからゲーンズミルを、いかなる犠牲を払ってでも死守するよう命令を受けており、これで補給物資の基地をジェームズ側に変えることが意図された。マクレランは、部下から、マグルーダー隊を攻撃するよう何度も勧められたが、 目前には、事態よりも多くの敵がいると信じ恐れ続けていた。AP ヒルは、早朝から、ビーバーダムクリークを越えて、攻撃を開始したが、敵の防御線が軽いことを見出した。午後早くまでに、ヒルは、スンクリーク沿いに配置されたポーター隊の強い、抵抗に遭い、また、湿地の多い地形が攻撃の大きな妨げになった。ロングストリート隊が、ヒル隊の南に到着し、 そのような地形を越えて攻撃することの困難さを認識し、ジャクソン隊がヒル隊の左翼から攻撃をかけるまで遅延した。しかし、この時もジャクソン隊は遅れた。DH ヒルの部隊は北軍の右翼を攻撃しサイクスの部隊に抑えられた。DH ヒルは交代してジャクソン隊の到着を待った。ロングストリート隊は、 ジャクソン隊が到着し来たから攻撃をかけられるまで、戦線を安定させるための陽動攻撃を行うよう命じられた。この攻撃でピケットの旅団が激しい砲火を浴びて後退し、大きな損失を出した。ジャクソン隊は午後3時になって、やっと到着し、1日のつかみどころのない行軍と反転の後で完全に混乱していた。ポーターの戦線は、 スローカムの師団がその陣地に動くことで救われた。日没駒もなく、南軍は再度攻撃をかけ、連携が遅末であったのに今度は、北軍の戦列を崩壊させた。ジョン・ベルフット准将のテキサス旅団が、その日、ピケット旅団がやろうとして未完に終わった、北軍戦列に感撃を作ることを成し遂げた。この時もマグルーダー隊が川の南で、マクレラン軍を騙し続け、 北岸で激しい戦闘が起こっている間も6万名の北軍を動けなくしていた。6月28日の午前4時までに、ポーターは地下ホミニー川を越えて撤退し、その後で橋を焼いた。その夜、マクレランは全軍にジェームズ川のハリソンズランディングまで交代して基地を確保するよう命じた。この行動は以後の軍事歴史家を悩ませることになった。マクレラン軍は 実際には強い陣地にあり、強烈な南軍の攻撃にも耐えており、まだ5個軍団のうちの一軍団しか戦闘に投入していなかった。ポーターは激しい攻撃に対してもうまくしのいでいた。さらに、マクレランは陸軍省が新しくバージニア軍を創設し、それを半島に送ってマクレラン軍を支援するよう命じていたことを知っていた。しかし、リーが マクレランの自信をなくさせ、マクレランは主導権についてはリーに遅れを取った。マクレランは陸軍長官に当てて電報を打ち、その中には、もし私がこの軍隊を救えば、私はあなたやワシントンの他の人たちに感謝することはないと、はっきり言う。あなたはこの軍隊を犠牲にするために最善を尽くした、という文章が入っていた。マクレランはキーズの第四軍団に、 クレンデールの西に動いて、全軍の撤退を支援するよう命じ、ポーターにはマルバーンヒルの高地に陣取って防御的陣地を作るよう命じた。補給部隊は川に沿って南に向かうよう命じた。マクレランは撤退の正確な道筋を示すことなく、また福祉機関を指名することもなく、ハリソンズランディングに向けて出発した。7日間の残りの期間、 マクレランが直接戦闘の指揮を取ることはなかった。南軍はゲンズミルでやっていたことの延長として、川の南岸で小規模の G 行動と攻撃を行った。マグルーダーの G 行動の副産物として、ジョージ・ T ・アンダーソン大佐とロバート・トゥームズ准将の旅団が、北軍のウィンフィールド・スコット・ハンコック准将の旅団と激しく交戦した。トゥームズは翌朝も攻撃を再開し、 27日よりも戦果を挙げたが、ガーネット農園からの激しい放火にあって撤退した。7日間の戦い、6月30日7日間の戦い、7月1日北軍の軍団はマクレランからの指示もないままに行動していたので、リッチモンドヨークガー鉄道のサベージ駅近くの陣地まで動き、ホワイトオークシッチあたりを通る難しい行軍の準備をした。 マグルーダーはこの駅で北軍の後衛にぶつかっていった。マグルーダーは攻撃を組み立てるのが遅かったが、午後の半ばまでに北軍のサムナーの軍団とボールディスミスの手段に対する攻撃ができた。この時点でジャクソン隊の支援が得られると期待していたが、この方面作戦で3度目となるジャクソン隊の遅延が起こった。ジャクソンは29日の1日を部隊の急速に使い、 近くに都下地点があったにもかかわらず、地下ホミニー側に架か,かる橋を再建していた。マグルーダーの攻撃は撃退され、北軍軍団は逃亡できたが、基本的に、ジャクソン隊の遅延が原因だった。6月30日の正午までに、ポトマック軍全軍がホワイトオークシ地チを通り抜けたが、撤退に統制が取れていなかったので、クレンデールで踏ん詰まりになった。 北軍のフランクリンが指揮する公営は、大久橋を渡るところで、ジャクソン師団の動きを止め、放火の応酬となった。一方、主戦場はさらに2マイル南のグレンデールで、起こっていた。ホワイトオークシッチの戦いはしばしば、グレンデールの戦いの一部と考えられている。リーは、ホワイトオークシッチとフレーザー農園にあるコーサロとの間でふん詰まりになっていた北軍に対して、 攻撃を集中させるよう命じた。フレーザー農園はもう一つの戦闘名にもなっている。リーの作戦は再度うまく実行されなかった。フーガー隊はチャールズ市道路にあった障害物によって進軍を遅らされ戦闘に加われなかった。マグルーダー隊は優柔不断な行軍を行って結果的にホームズ隊と合流し、マルバンヒルにいたポーター隊への攻撃は失敗した。 ジャクソンは、再度ゆるり動いてその日ついたちを川の北で過ごし、川を渡って、フランクリン隊を攻めたのも力のないものだった。D、ロングストリート及び、そこを訪れていたジェファーソン・デイビス大統領は、馬の背で戦いを観察していたが、激しい砲火が襲ってきて、一行の中で二人が負傷し、三頭の馬が殺された時に撤退した。この交代のために、 AP ヒルとロングストリートの部隊だけが戦闘に参加することになった。ロングストリートは戦争の残り期間彼を有名にすることになった戦力の集中という方法を取らず、バラバラに両団を送るという方法を取ったので、戦果ははかばかしくなかった。この部隊は北軍、ジョージ・マコールの師団を攻撃して交代させたが、その戦法も北軍の支援部隊にすぐに止められた。 マコールは、この戦闘中に捕虜になった。ミード、サムナー、アンダーソン、フェザーストン及びペンダーは負傷した。リーは、北軍が川の安全地帯に逃げ込む前に、マクレラ軍を捕まえる機会があと一度あるのみとなった。7日間の戦いの最後の戦闘は、北軍が初めて都合の良い陣地で戦ったものになった。マルバーンヒルは、 見通しが良く、大砲を据えるのに適していた。北に焼けた野原は、マクレラン軍の、砲兵隊長ヘンリー・ J ハント大佐によって据えられた250門の大砲からの砲火で、くまなく攻撃できた。これは戦争ではなかった。殺人だった。DH ヒル少将その広がりの向こうの地形は、湿地と鬱蒼たる森だった。リーはその陣地の側面を突くよりも、 自軍の大砲が不評の攻撃のための道を切り開くことを期待して直接正面から攻撃させた。北軍の大砲は据えられた場所がよくまた熟練度も高かったのでその大砲兵射撃で南軍の多くの大砲を使えなくした。リーはその攻撃命令を一旦取り消し、その後を遅くに北軍の動きを観察して北軍が撤退しつつあると考え、 再度攻撃を命じた。その攻撃はうまく制御されておらず、DH ヒル、ジャクソン、最後に、フューガーと別々の攻撃で三発となった。AP ヒル隊とロングストリート隊は動員されなかった。マクレランがいない間、丘の上で上級士官となったポーターの隊は、容易に攻撃を退けた。リー軍は、この消耗戦で5000名以上の損失を負い、リッチモンドへ交代した。 一方、北軍はハリソンズバーグへの撤退を完了した。7日間の戦いで、半島方面作戦は終わった。ポトマック軍は、ウィリアム・ヘンリー・ハリソンの記事、バークリー・プランテーション周辺で宿営した。その背後は、ジェームズ川であり、宝冠で守られていたが、暑さ、湿気及び病気によって、損失を出した。8月、エイブラハム・リンカーン大統領の命令で、 北バージニア方面作戦と第二次ブルランの戦いの時にバージニア軍を支援するために呼び戻された。両軍ともに損失は大きかった。リーの北バージニア軍は7日間の戦いに投入した、総計9万名以上のうち約2万名の損失を出した。マクレラン軍の報告では、総勢10万5445名のうち約1万6000名の損失を出した。 南軍は、その勝利にもかかわらず、その損失によって動揺させられた。7日間の戦いの影響は大きかった。戦争の早期終結を予告して半島に渡った初期は、好調だったが、マクレランの交代によって、北軍の士気は潰れた。重い損失と、リーや将軍たちの戦術的にまずい行動にも、かかわらず、南軍の士気は急上昇し、リーにとっては、 第二次ブルランの戦いからメリーランド方面作戦に至る攻撃的な戦略を続ける励みとなった。マクレランが以前任命されていた北軍の総司令官職は3月以降空席となっており、7月11日にヘンリー・ハレック少将に置き換えられた。ただし、マクレランはポトマック軍の指揮官に止まった。リーは自軍の再編で部下達の功績に応え、 ホームズとマグルーダーはバージニア軍から外された。ありがとうございます。